はい、皆さんこんにちは。ラクトップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでもお役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。ということで、毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。それでは今日のステップいってみたいと思います。はい、シックス、のそれではステップの解説いきたいと思います。私、左足からのステップからいきたいと思います。今日はね、ステップヒールボールで歩くステップですね。チャララリリリララリ。すいません、今回ね、ちょっと板がちっちゃいので結局その場になっちゃいますけど、これずっと動いていくと面白く見えていきますので、ぜひね、皆さんは横に大きく動きながら行ってもらえればと思います。それではやること、もうリズム込みでいっちゃいますね。円から入ります。はい、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8となります。はい、6、7の、1、2、3、4、5、6、7、8。今回リズムスイング3連になります。チャチャンチャンチャチャンチャンチャララ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 となります。次やることはフールアップ、ヒールシャッフルステップ、フールアップ、ヒールシャッフルステップ、スタンプ。最後にスタンプとなります。今リズム外してます。やることだけやってます。いきますね。せーの。タリラ、リラリ、タリラ、リラリ、ドン、バ。となります。でリズムが全部3連です。タタティタタタティティティタタタドンバン、まあ、最後9歩あっての右足のスタンプなんですけども、はい、シックスのタララララタラララララララドン、はい、ドンとなります。今回短いですけども、覚えるコンビネーション以上になります。今日ね、ぜひね、このここのステップ、これ結構ね、やってる方もなんか乗ってくると楽しくなりますので、ぜひここ楽しんでもらえればと思います。それでは頭から通すとどうなるか一回やってみましょう。はい、6、せーの。どうなります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それではちょっと早く練習行ってみましょう。じゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃらら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 、できますか。はい、シックス、せーの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 。となります。それでは曲で行ってみましょう。はい、それでは曲で行ってみたいと思います。はい、シックス、せーの。はい、それでは聴いてみてください。はい、シックス、せーの。We'll be right back.
あ、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバイ。それでは今回もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今回のコンビネーションのワンポイントコツいきたいと思います。まあ、今回の、ね、テーマはこのステップヒールボールで歩くあれなんですけども、まあ、やってることは、ね、そんなに大したことないんですけども、まあ、速くなると結構大変なステップになってきます。でコツとしてはやっぱりですね、しっかりつま先に乗ってかかとに乗るってことです。この両足重心だと速くなってくるとなんかよくわけわかんなくなってきますので、どんなに速くなってもタラ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 というふうに、どっちかというとステップ、このかかとにしっかり乗るってところが今回のこのステップヒールボールのコツになってくるんじゃないかなと思います。しっかりこのヒールに乗る、ヒールに思い切って体重をかける、ここですね。これ結構やるとちょっとやりやすくなるので、ぜひねヒールにしっかり体重乗せるってところを押さえてもらえれば大丈夫かなと思います。ただね、最初のステップもしっかり乗らないと今度はヒールに乗れませんので、まあステップヒールにしっかり体重乗っけていくってところを意識してもらえれば大丈夫なんじゃないかなと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。